が有名ですね。ソイジョイってやつです。これね、案外ちっちゃいんですよ。で、エネルギーが145キロカロリーなんで、これ2つ食べると菓子パン1個に相当するかなと思いますね。だから朝昼晩の食事の代わりにこれ1個食べてプロテインを飲むっていうパターンか、朝食昼食の間にお腹空いたらこれを食べるみたいなパターンですね。まあ朝昼晩って3食食べるよりも、ちょっと食事は減らした方がいいんじゃないですかね。やっぱり筋トレとかどうなんですかね。少しずつ5食ぐらいに分けて食べるって説もあるんで、私はそっちがいいかなと思いますけども、その5食のうちの1食をこれにしてみるとかね。それから今まで紹介したプロテインも何種類かありましたけど、プロテインバーでやっぱ朝昼そしてその中間ぐらいにこういったものをトントントンと食べて、プロテインドリンクをね、ホエイプロテインを飲んでって感じで、で、1食だけこうなんていうんですか、よくある食事みたいなのを取るみたいなパターンがいいのかなと。いろいろね迷っちゃいますね。いろんな説があるし、自分の体に合ったものをねおすすめしたいと思います。これはちょっとこれから食べてみます。ソイジョイどんなだろう。あ、ほうね、これはなんかこれもしっとりって感じですね、多分ね。いただきます。案外硬いですね。チョコっていう感じの味です。とても食べやすくて甘さ控えめ、これはね2個3個食べるような味じゃないです。だからちょうどいいです。これが2個続けて食べるとちょっと飽きるかもしれないですね。だからこれだったら2個3個食べれるんですけども、うまい具合に組み合わせていきたいですね。まあこれとこれ食べちゃうと両方とも食べれちゃうのと、あとね気をつけないといけないのが、ブラックコーヒーとこういうの飲むと、食べると飲むと両方とも進んじゃう可能性があるんですよ。だからそんなに食欲がね湧かないように、甘めのものと甘めのものって食べるといいのかなって気もしますし、まあ水とかホエイプロテインがいいですね、こういうのに合わせるんだとしたら。そんなのが私の感想です。以上です。